大丈夫か？うん。暑かった？暑い。しげるちょっと待って。うりゃー。前のお部屋だってね、しげるが騒ぐからお引っ越しなくちゃならなくなったでしょ。大きい声で騒がない。お外に出ない。お母さんね、今好きな人がいるの。またクリスマスには帰ってくるからね。帰ってこなかったね、お母さん。絶対帰ってくる。いつかモノレールに乗って飛行機見に行こうね。ユキちゃんは俺の子供じゃないからな。見せてやりたいんだ、ゆきに。